はい、山田でございます。免税店の店長をやらせていただいております。先ほどの話のちょっと追記でございますが、ちょっと しつこいけどもう一回話しますね。やっぱりね、自分の力で生活する、要は生活が回るというか、ってすごく大事なんですよね。これをもう一度お伝えしておきます。聞きたくない方っていうか、別にいいよそういう話はとか、金いっぱい持ってるよとかっていう方はオフ、停止で結構です。で、まあ、この今の社会の中でね、借金してる方とかも結構多いし、生活費が足りなくてキャッシングしてしまうとか、そういう男女が多いようでございます。で、僕の友達でもね、カツカツで、何人かいますよね、想像できる、そういう方が。で、やっぱりなんていうのかな、土台にまだ立ってないというかね、ちょっと、いや、事業投資とかだったらまた別なんですが、生活費で、どんどん借金が膨らむ、または借金が、ずっと残っていくっていうのが、ちょっとね、不健康です。で、それだからどっか消費者金融とかにお金借りるなり、それこそ僕もちょっとお金貸したりしてるんですけれども、そういうようなのが、まあ、定期的にあったりとかっていうのが あるとね、それはちょっと、なんていうのかな、人生を切り開いていく、人生を色づけていくっていう土台に来てないような印象ですよね。うん、夢を叶えるとか、素敵な恋愛をするとか、またはもう、恋愛、あ、もう結婚されてたとしたら、なんつうのかな、まあ色づけていくだよね。子供できたりとか、旦那さんと、幸せな家庭を築いていくっていうのを、どん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 プラスにこう夢が広がっていく、イメージをする土台に立ってないというか、まだイメージしちゃいけない状態っていう言い方は厳しいでしょうか。いや、いろんな状況で自分の借金じゃないかもしれないし、または、何かでね、大きな出費で、経済が苦しいのかもしれないから、それは個々に分からないですけれども、やっぱり、まずはその状況、土台に立てる状況、自活という土台に立てる、夢を叶えていけるとかね、幸せな、生き方をしていけるっていうベースに、向かう必要があると思うんですよね。これはうるせえよって感じですか？いや、僕もそうでしたからね、20代の頃なんて、夢ばっかり追っかけて、結局土台がグラグラだからパシャンとなったというかね。で、心の健康もやっぱり経済力、いや、経済力って言ったらさっきも言ったけど、そんなに大金持ちみたいな印象かもしれないけど、そうではなくて、自分の力で誰の協力も得ることなく、親兄弟ね、旦那とか、奥さんとか恋人、彼女とか、消費者金融とかクレジットカードとかキャッシングとか、そういうことじゃなく、生活が回ってほんのちょっとでも貯金できているような状態、2万4万6万ってちょっとずつ、2万円ずつでもいいじゃないですか、貯金できているような状態がやっぱり健康な状態なんですよね。なので、もしそうじゃなかったとして、しつこいようだけども、何かを変えなきゃやっぱり変わらないです。今の生活をしているから今の状態が起きるだけで、何か起き大きな借金する、ことはあったかもしれないけど、とにかく今の状態から抜け出さなきゃいけないのだから、頑張って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 はいると思うんですよね。お仕事も頑張って、子育ても頑張って、その中で、そんなこと言ったって借金減らないよって、そういう方もいらっしゃると思うし、借金はないけどカツカツ、ね、貯金できない状態、いつもゼロで、家計簿が割るっていう状態、それっていうのは僕に言われたくないと思うけれども、やっぱり変えていかなきゃ、で、ね、結婚されてる方なんか、旦那さんがね、と、まあ、旦那さんの頑張りだったりすることもあると思うし、それはそれぞれですけれども、やっぱり他力本願じゃなくて、自分の力で、ね、結婚してても独り者でも、やっぱり自分の力で生活を回す、
ね、それが一番の健康だと思うし、ベースになると思うんですよね。うん、なのでそんな中で免税士の仕事ね、倍、他の仕事の、まあ、一般的な、仕事の倍ぐらいは稼げるわけだし、やっぱり、倍稼げたらさ、借金返していけるじゃん。倍稼げたらカツカツの人だったら、カツカツの方だったら、その倍になった分貯金していけるじゃん。貯金がいい悪いとか、金使った方がいいとか、いろんな考えはありますけれども、まずは生活を安定させてからの夢だったり楽しさだったり幸せだったりするわけじゃないですか。なのでね、免税してチョイスする、っていうことは僕は非常にお勧めするし、で、まあ、例に挙げちゃいけない、それで頑張ってる方がいるので例に挙げちゃいけないんだけれども、風俗店さんのキャストさんとかねの中の、一部っていうのはやっぱりお金のためにやってるけど、やっぱり大変な仕事じゃないですか。自分の、まあ、体を売るって言ったらちょっと違うけれども、性のサービスってやっぱり心を傷つけたりするようでございますから、それであればね、メンズエステというね、優しさの提供、心を傷つけるどころか心が満たされていく、人様に、優しさだったり愛を提供していき、人様を元気にするお仕事ですから、心も満たされていきつつ、自分の経済力、自分の生活力を安定させる、だから一定期間でもいいと思うんです。そういう理由で、まあ、お金のために、要は経済的な健康を勝ち取るために、メンズエステをチョイスするっていう方であれば、それが軌道に乗るまで、自分の生活が軌道に乗るまでの、1年でも3年でもいいと思うんです。ずっとやるっていうわけではなくてもいいと思うので、ちょっと大幅にシフトチェンジ、ジョイントを変えるというかね、いうきっかけとしてメンズエステをチョイスしてみてもよろしいかなと思ってます。ちょっとしつこいけど、同じ内容だけど結構大事な内容でね、まあ悪いけど、そういう人がいたとしたならばよ、そうじゃなかったらいいけれども、そういうお金にちょっと厳しい方がいたとしたならば、今のままじゃ変わらない、一定期間高収入な仕事を頑張って歯を縛って挑戦しないと次のステージに上がれないっすよ。上がれない。いや、頭使って、メンズエステだけじゃないからね。メンズエステだけじゃないから、別の仕事とか、まあ、例えばブログやるとか、YouTube やるとかでもいいですし、何か別の、手段をチョイスするなら、それはそれでいいと思うんですよ。メンズエステだけじゃないし、自分で授業やる、借金して、それこそ事業資金を借り入れて、授業するでもいいですよ。何かしないと、今のまま、例えばパートだったり、バイトだったり、安い、お給料の、まあ、正社員だったりとかね。それで回ってるならいいんですよ。お給料が少なくても、例えば12、3万とか15万でも、実家に住んでいて、貯金が2万ずつできていって、たまにお友達と外食行けるし、たまったお金で海外行ったりとかもたまにしてるよっていうことであれば、それは別にいいと思います。要は回ってるわけだから。それがギリギリもうゼロ、まあ、カツカツか、時として借金したりとか、友達にお金借りたりとか、まあキャッシングしたりクレジットカードで買い物しないと生活ができないっていう方であればね、それは健康な状態じゃないから、やっぱりね、変えた方がいい。それはね、本当にあなたのためを思って言ってるんですが、僕も若い頃そういう生活してたから、何も得られなかった。そういう時期はやっぱり土台に立ってないんだから、人としての土台に立ってないみたいなこと言うとまた違うんですけれども、いろんな理由で借金してる方いるかもしれないからね。でもやっぱりその土台、自分で生活するっていう土台に立つことから、自分の明るい人生、健康的な人生が広がっていくようなイメージですよ。なので経済力、をつけるね、安定させる、上手に生活をこう回していく、一つの手段としてメンズエステでのお仕事をチョイスされたらよろしいかと思います。